はい、皆さんこんにちは。弁護士の広田にと申します。本日あの弁理試験と司法試験の選択科目ですね。まあ選択科目は特許法と著作権法があるんですけれども、まあ弁理士の受験生の方はまあ著作権法を担当しかないので、まあ特許法の方ですね。こちら扱っていきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、弁理試験の民法の方をまあ三十分ぐらいですね。 扱いまして、そのあ、えーま、司法試験の地域財産法特許法の方ですね、こちらをまあ30分ぐらい、で最後、まああの、時間が多分30分は余らないと思うんですけれども、少し余ったらまあ質疑応答とか、ですね、まあ、あとはご質問とか、えー、いうところですね、えー、お聞きしたいと、そういう時間を取りたいと思っておりますので、よろしくお願いします、はい、で,では、えー、早速、ですね民法の方、えー、まあ。 7月に民法を受けられた方、大体受けられている方だとは思うんですけれども、正直、ですねちょっと難しかったと思います、かなり。最初、問題に入る前に、どれぐらいの難しさなのかっていうところ、感触をちょっとお伝えしたいと思うんですけれども、私も民法、義あの弁あの民法を担当しているんですけれども、正直、ここはちょっと手薄な分野ですね。 あのかなり手薄な分野で、そんなに深く抗議していないところです、私の抗議でも。なぜかというと、私も司法試験やってるんですけどね、司法試験の方もまも受けているので、民法の,その出題、品質するまあ分野、司法試験でも予備試験でも、品質する分野っていうのがあるんですけれども、そこを中心に抗議してるんですね、もちろん、出やすいところをまあやってるというところなんですけれども。 えまあ司法試験予備試験のまあ過去もまあ私もすべて解いているんですけれどもまあ正直、このまあ最初1問目がですねあの法定地条件え2問目が求証権とか法定代理ですねこちらというのはですね司法試験予備試験でも論文試験ではまあ出たことがないですねあの私もあの論文全部解いてはいるんですけれども論文試験ではまあほとんど出たことがないというかもうほぼ多分ゼロですね。 はい、法定地条件がちょっと出るということはあるんですけれども、この法定第位っていうところの、この、えーまああの何ですかね、この、第の割合とかですね、このあたりは論文ではもうほぼ出ないっていうのが、まあ、司法試験会の通説というか、ですねあのそういうところなんですね、まあ、これ、担当試験があるので、司法試験の場合、あのまあ、担当試験で出たりはします、このいくら割合になりますかっていうところは、担当試験で出たりはするんですけども、 ここれが論文で出るということは、ね、なかったでですね今までなので、えーまあ、ちょっと皆さんにとってはかなり、えーまあ、厳しいというか、ですね、まあ、ちょっとその難しいというか、ですねこういうところを出すというところが、まあ、私はちょっとあの、まあ、ないんじゃないかなと思っているんですけどねあのもうちょっと品質的なところがあるはずなんですよ。で過去問も1回もこれ出てませんしでもうちょっとです、ね、あの試験も考えてほしいなと思うんですけどね。 でまあ、そんな文句は言っててもしょうがないので、えーまあ、あの問題には入っていきますけれども、まあ、この傾向を見てです、ね、今後、民法、まあ、あのもちろん、ね、今年皆さん受かっていただければいいんですけれども、まあ、今後、ね、また来年以降受けるということになってしまった場合にどうするかというと、まあ、今後の対策としてはです、ね、やっぱりこういう細かいところとか司法、まあ、試験で品質のところがあんまり出ないと、まああのまあ、正直、結構難しい問題を出して落としに来ているというような印象もあるので。 まあちょっと細かいところまでやっていくしかないかなとは思っております。まあ、この傾向を見る限りですね、まあ、去年も結構、なんでしたっけ、あれ、えー、と地域圏ですね、地域圏というのが出て、あれも司法試験ではそんなに出るところじゃないんですよ。ですので、本当にその品質のところを外して、ちょっと難しいものを出してきてるなというところがあるので、そこを抑えていかないといけないかなという傾向は、ちょっと今後見て取れます。のでまあ皆さんにはちょっとねあの かなり負担が重くはなるんですけども、まあそういった傾向が見て取れるというところは、えー、しっかりまあ押えていただいて、えー、まあ今後につなげていただければと思います。はい。で、まああともう少しですね。それこれ60点取ればもちろん合格なんですけども、この免れ試の場合、その相対評価じゃないんですよね。この民法選択科目ってまあ60点が絶対取れればまあみんな合格っていうかその 特許法とかと違って必須科目と違ってまあその相対的な割合で何人合格させるってわけじゃないので結構そのみんなができないからいいよっていう感じではないわけなんですよ。なのでえなのである程度その60点を絶対的に取っていかないといけないっていうところがあるのでまあちょっと厳しいというかですねその必須科目に比べてもちょっとその絶対的な60点を超えないといけないっていう意味ではちょっと厳しいかなっていうところがあるのでえまあですねあのちょっと 今後ですね。来年に向けてはやはり少し細かいところまでやるという必要があるかなと思っております。はい、えー、では、じゃあ問題の方ですね。入っていきたいと思います。で、えー、問題まあまずですね。あのまあ、合否のラインとしてはですね、えー、やはりまあ全体的に多分出来悪いと思います。これ、あの多分司法試験予備試験受験生に溶かしても関東はできません。これ多分あの。 2の割合とかは多分担当でしかみんなやってないので予備試験受験生とか小試験受験生と解かせても余裕で解けましたみたいな人は多分いないと思います。なのでやっぱりみんな全体的に悪いっていうところはまず前提として抑えた上でどこを最低限取るべきかというところなんですけれどもねまず論点というところで最初書いてあるんですけど問題の下ですねこちらで最低限取らなきゃいけないのは1と1 1>, 1, の丸1と、の丸1まあ,あとは、1の丸2がまあちょっと気づいてればいいかなっていうところですかね、やっぱり、1の丸3は、判例があるところなんですけれども、ちょっと難しいとか、応用的な判例ですね、予備試験とか司法試験受験生にとっても応用的な判例でもちろん、司法試験受験生はもちろん、これ、知っております。えー まあ,ある程度書いてくる人はいますのでえまあそこまでそのすごい重箱の隅的な判例ではないんですけどもまあちょっと応用的な判例ですね3はだからこれはちょっと触れられないかなというところは正直思いますえでカ括弧2の丸3はかなり難しいですなのでこれはもうほぼ多分皆さんできてないっていう感じですねなのでもう条文に挙げられて条文がちょっと挙げられていれば点数が入るっていう感じだと思いますね なのでまあやっぱり1と, ① と, ① と2の1、1あと2番まで2までちょっと踏み込んでればいいかなというぐらいですかね正直、やっぱり現場でこれを見たときにどれぐらい取れるかというところで、はい、なのでえまあちょっとですねまあ受験生の皆さんにはちょっと厳しい問題だったかなと思いますけれどもえまあちょっとね解説をしていきたいと思います。 えでは、えー、まあ解説レジュメの2ページをご覧ください。こ、えー、今年はです、ねえー、物件というところと、あと債券総論というところから出てますね、括弧1が物件、で括弧二が、設問問問2が債券総論ですね。 で来年皆さん、あの民法改正されるというのはご存知かと、まあ、来年ってちょっと収録で言っちゃうとあれなんですけど、2020年に改正されますよね、民法が。なので、今年しがまあ旧民法の最後の試験だったんですけれども、なので、再建法がです、ね、かなり改正されるんで、多分来年、こ、まあ、今年は物件が出るかなとは私は思ってはいましたけれども、まあ、ちょっと法定地条件が出るかっていうと、さすがにちょっと、ね、薄手薄なところではあるという印象ではあります。 で来年以降もやっぱ再建法が改正されるのであんまり難しい問題が出せないというか学者の方もですねまだ研究が進んでいないわけですね改正し,てるした後なんでなのでまあ例えば特許法改正とかでもその改正部分がすごく難しい問題が問われるってあんまりないじゃないですかなので条文さえ押さえておけばいいかなというところはありますね来年以降再建法は逆にこの物件があんまり改正されていないあんまりというか物件はほぼ改正されていませんので あのまあ、こっちがちょっと来年以降も結構出るかなというところはあります、低等権とか、まあ、そういった市地権とかですね、まあ、そういったところですね、来年以降はまあ出るかなというところはあります、再権法が改正されるので、再権法の部分はそんなに難しい問題は出ないと思います、条文拾えるレベルで押さえていただければいいかなと。はい まあただ、今年の問題は違いますからね、権総論はまだ改正されてないですから、えー、まあ旧民法に沿ってやる,やるというところで、ちょっと難しい問題が出たというところなんですけれども、はい。で、カッコ1ですね、えーまあ、こちら、えー、ちょっとですね、こちらにちょっと書いておいたんですけれども、ま,あ、まず、こんな感じですよね、えー、B に5500万円を貸していまして、で、えーまあ、利息が、 これですね5500万円を貸し付けて15%、まあ、ここは15%はあんまり関係ないんですけどね、えー、と500万円、あこっちに、問いには500万円ですね、確固には500万円と、ただ、こっちは5500万円というところを貸していたというところですね、で年利15%を貸していたと、で、えー、おつちに抵当権を設定したというところですね、まずはちょっと問題文の、えー、事案の概要を少し復習したいと思います。 で定当権を設定してこう土地の評価額が2000万円とで、C さんが土地の所有権者だったというところですね。はい、で次に、帝当権設定したときには A からまあこの落つ土地に、この平建物を所有する、あ建てることについてまあ承諾を得ていたと A さんにですね、C は。ただ、まだ建ってなかったというところです、設定したときは。 C と C ということになったとでその後建物を C さんが D に売ったということですねここですね C は D に対し平、hey, 建物を売却したとただ陶器は備えられていないとなので、えー、まあここ D って書いたんですけれども一応所有者は D なんですが陶器は C のままだったということですねでその後抵当権を実行したところ土地が G に競売で G に行ったと G が所有者になったというところですねはい まあこのような感じで、ちょっとかなりやっぱりまあ難しいというか、ですねあの法定地上件自体、そんなに皆さんあのやってないですよね。なので、ちょっとですね、論点が結構難しいですね。ま,まずは、ただ、考え方としては私の講義ではやってると思うんですよ。まずですね、考え方として、民法の考え方として、ここですね、私の講義でもやってると思うんですけど、 えー、G は C に対し、オツ土地の所有権に基づいて、こう多弊建物を宗教してこう、オツ土地を分け渡すよう求めることができるかと聞かれていますので、まずは G, G が C に対して、まあ、どけですね、オツ土地からどいてほしいということをまず頭に入れてください。オツ土地からどいてほしいと、まあ、つまりこれ、生の請求というところ、まず請求から考えてください、どういうことをしてほしいのかと、G が、まあ、C に対してというところですね。 はいまあ、だからこれですね C は平建物を宗教して大津土地を明け渡す制度ここら辺はちょっとあの講義で詳しくはやってますけども宗教、まあ、に基づく建物宗教土地明け渡し請求っていうものですねまずこの請求を考えたらその請求の要件を考えればいいっていうだけなんですよね。で明け渡せ というところで次に請求権としては、あそこで書いたあの所有権に基づく建物、宗教、土地、明け渡し請求権というのをまず考えてから、この請求が認められても要件を考えればいいという、私の講義でも散々言ってるやつなんで、聞いていただいた方はあの分かるとは思うんですけどね、この要件としては、まず G が落つ土地を所有していることと C が落つ土地を占有していることですね、明け渡しということは,は。つまりその特許法でいうと、侵害。 侵害と認められるかみたいなのやりますよね。あの業として特許発明を実施していることとかやってね。まあ、それと同じです。この請求が認められるための要件を単に考えればいいというだけですね。で G が落ちる土地を所有していることはこれは明らかなんで、えー、これは明らかですね。もう G 買ってますから。で C が落ちる土地を占有していることもまあ明らかですね。これ登記は D だけどうん、登記は D だけども占有。 については D に行ったとは書いてないというところですね。はい。まあそこはちょっとあの読み取りづらいところであるんですけど、オツ土地について抵当権を設定して登記を備えた C をて、うん。あでも建築上に終えていたと C はオツ土地上に兵器建築し所有権の保存登記を備えたとその後 D に対し売却したけど所有権の移転登記は備えられていないと。 ちょっと占有については明らかになっていないんですが一応占有しているということにしましょう。はいでえー、もちろん占有していないと、まあ、あの建物、宗教土地、明らか請求権、えー、できないですけどね、はいまあ、とりあえずは、まあ、そこちょっと問題文からは占有しているのか分からないですけど、登記はそっちにあると D にあるって書いてあるけどもで、えー、ただ、売ったからまあそっちに行っているかもしれませんね。で、えー これでまると、まあ、どっちも要件が認められそうだなと思ったら次に反論を検討するというところですね、民法のやり方としては、まず請求が認められるための要件と次に反論の検討、まあ、特許でいうと、特許でいうとですね、まああの、充足してるよねと、充足まあ、クレームが充足してますよねというところを言った後に次に向こうの抗弁とか、えー、まあ精進してますよねとか、あとは、えー 法定通常実施権とかありますよねというのが次のこの反論の検討という感じですかね。はい、でこれがまあ一つここで思いついてほしいのがやっぱり法定地条件というやつでつまり占有権限の答弁ですねあのどかなくていいんだということになります。はい、で、まあ、まずはこれが出るかどうかっていうところですね388条。はい まあただ、やっぱりですねあの細かいところ法定地条件ってあんまり論文では出ないところなんですね予備試験でも司法試験でもまあ担当では結構出るんですけどもまあだから気づけるかどうかで結構やっぱり差がつくっていうかですねあのつきますねただやっぱり民法をがっつりやってる方はあこれ法定地条件かなというのは気づくとは思いますはいまあつまりその建物と土地が同一人に なっていときに、定当権が実行されて別人に帰属したというようにもなっているので、あこれは法定地条件かなとあの、まあ、民法をやっている、かなりやっている方、まあ、予備試験受験生とかね、そういう方だったら、ほぼ気づく問題ではあるというところではあります。はいまあ、ただ、ちょっと細かいというのがまあ何回も言っているところですね。で、まあ、反論としては法定地条件があるんだから、 えまあここに居座れるんだということですね、まあ、地上権というのはその落つ土地を利用できる権利ですからだからどかなくていいっていうことになりますよねはい、まあ、つまりまあ特許でまた言うとそのクレームの,その技術的範囲には属してんだけども法定通常実施権があるから別に実施してもいいんだみたいなそういうことですよねはいで、えー、まあそれの要件をまた考えていけばいいんですね要件を考えていけばよくてここがだからちょっと難しいところですよね はい、388条というところがあるんですけど、まあ、それの要件をちゃんと覚えてるかとここまでは一応講義でもやってますのであのここまではまああの書いてほしかったなというとこは正直ありますね。抵、は、当、いえー、権設定当時に建物が存在すること抵当権設定当時土地建物が同一時に所有であること建物土地双方一方また双方に抵当権が設定されたことで競売により 同一人から別人になったということ、この4つが満たしていれば、法定指示条件が成立す,、えーえー、するということになるんですね。なので、まずここまで書けたかというところは、まあ、ある程度、やっぱり書いてほしかったなというところがあります。で、一見するとです、ね、一がやっぱり満たさないんですよね、これ、これ土地 C に定当権設定してますが、そもそも建物がないですよね、この絵を見てください、ここ。 ここ設定したときには建物がないんですよね。なので、これ、1っていう要件がもうないですよね。はい、だから、行として特許発明を実施したこととか行、ね、としてっていうところがそもそもないみたいな話ですよ。だからもう、ここの時点で法定地条件が成立しないというふうに書いてしまっても、やっぱりしょうがないかなとはちょっと思います。この時点でででやっぱ建物がないんでがなないい上ダメですと ここまでいけばあの、ある程度の点数は来るとは思います。はい、なので、まずここまでいけることが、まあ、その合否の分岐点かなとは思いますね、はい。で、ここで論点があるんですね。1、まあ、を満たさないときに、低等権者から承認を得ていたという論点があります。えー、ここに、これですね。えっ、ー、と、建築することについて承認を得ていたと。 建築する問題文ねで、まあ、これどういうことかっていうと C がこう建物を建てますよと言ったときに A がいいですよと A が定当権設定者ですねあ定当権,、ね、権者が A ですで、まあ、いいですよと建物の後で建ててもいいですよというふうに承諾を得ていた場合に法定地条件を設定する成立するかという論点がありますこれね、はい、これまあ最高裁36年って書いて昭和36年って書いてますけれども まあこれはですねあのもちろん司法試験予備試験まあそこどれぐらいのレベルかっていうので司法試験とか予備試験の方を引き合いには私は出せますんで出しますけれどもまあこれはまあ大体論点としては知ってる方が多いかなと思います予備試験とか司法試験受験生であればただ担当知識ですねこれはあの論文で書く知識じゃないっていうところがあるんで まあやっぱ便利試験受験生はやっぱ特許法がメインですからここまで書かせるというのはちょっと正直ちょっと厳しいかなと思いますね、まあ、もちろん予備試験受験生だったら知ってるのであのこれは別に書けるかなというのがあるんですけど、はいでまあ、承認を得ていったときに法定値条件が設定されるか成立するかという論点なんですけども、はいまあ、結局 A がいいって言ってたからってあの不利益を被るのはこの G なんですよね。うん G が買ってあの C を追い出せないということになっちゃうと G の方が不利益ですね A は別に売ってお金取,らる,取るだけなんでお金得るだけなんで別にあんまり不利益じゃないんですね G に不利益があるからやっぱり A がいいって言っててもダメですよっていうのがまああの判例ですなのでまあ法定値条件を考えるときにはその買った人に不利益かどうかっていうところで考えた方がいいですねこの G にとって不利益かこの人は買ったときに C を追い出せななかったら不利益なんですよね土地を買って利用したいのに C が居座ってるから追い出せないってことになっちゃうとちょっと G に不利益なんで,で A がいいって言ってたってそれは G はいいとは言ってないからねそこはあのそういう不利益を考えて法定値条件は成立しないという論点になりますただここまで書いたらまあかなりあの跳ねるとは思いますけどねまあなかなかまあそこまでいなかったんじゃないかなと思いますけれども はい、もちろん判例があるところなんで、判例を勉強していれば書けたとは思いますよ、はい。だから絶対もう書けないっていう論点ではないですけど、はい、でえ次、括弧2ですねで。これは判例がもちろん最高裁判例え、平成6年という判例があるんですね。なので、判例を知っていればもちろん書けたとは思います。だからもう絶対書けないっていう論点ではないんですけども、うんまあ、ちょっと難しい、応用的な論点ですね。はい、これはどういうういい論点かというと まあ否認って書いてますけど要するにまああの落ち土地を所有しているのは C じゃなくて D ですよっていうあの否定ですよねはいつまりまあクレーム A たす B たす C という構成要件があった場合に C を充足しませんみたいなことを言ってるっていうことですはいつまりこれ問題を見るとですね D に売って D に登記があるんだから俺に言うなっていう話ですよね C はもう売ってるわけだからこれ建物は D なわけですねそこはまあ あの皆さんもその試験中に気づいたとは思うんですよ。なんか C、あれ、D が買ったんじゃないのと、なんで C に言ってくるのっていう話ですよね。これ、G は C に対しって書いてあるのに、ここで C から D に売ってるのに、なんで C に言ってくるのかなっていうところは、まあ、疑問に思ったとは思うんですよね。はい、なので、えー、まあ気づいたと思うんだけど、こういう判例があるということなんですね。つまりその に D に陶器があるんだから、D に言ってくれという論点は、まあ、それ通じませんよという判例があるんですね。はい、これはまあここにあの書いてある通り、えー、陶器はまだ陶器は、えー、っとあ陶器は備えられていないですね、すみません陶器は行っていないですね、D にこっちに売ったと、これですねこっちに売ったけど陶器は C にあると、まあ、こういう関係のときに G がどっちを訴えればいいかっていう論点があるんですけれどもこの場合は登記を持っている人を訴えなさいということを判例は言ってますね。D が所有していたとしても登記は依然として C にある以上 C を訴えるとこれはだから177条の第三者と似た関係にあると登記がある人の方が正当な利益を有するものだから C に対して訴えなさいということを言ってますのでこれはだから C は反論できないということになります。 はい、というのが、設、えー、問1でここはちょっと難しいですね、まあ、気づいているところを見せればまあいいぐらいかなというところですかね、はいまあ、C に投機があるけど、D に打っちゃってると、じゃあどっち訴えればいいんですかっていう、そこの問題点に気づいていればまあいいかなというところではあります、ただ、まあ、そこがです、ね、あの判例までしっかり書いている方はそんなにいないとは思いますけども。はい というまあ感触ですね。はい、で、えー、次ですね、えー、まあ括弧1はやっぱりこの方程値条件のここまではちょっと書いてほしいかなというところがありました。はい、で承認を得ていたのはまあ触れるぐらいですね、まあ、承認を得たからどうなるかっていうところ。で、えー、次がこれですね、まあ、これはちょっと難しいですね。 はい、これは、えーまあ、さっきと同じように B に対して5500万円貸してて利息が500万円ついていると、だから6000万円なんですね、B に請求できるのがですね。で、あとは物上保証人 C と、保証人兼物上保証人 E、保証人 F と3人、まあ、あの保証人みたいなのがついているということです。で、物上保証人のおつ土地には、2000万円のおつ土地に定当権、あと、定土地ですね。この人の人 低都市3000万円に低等権が設定されていたというところですね。はいまあ、これもちょっと難しいですね、あの難しいというか、ここら辺が大、ね、ううの割合とかっていうのは担当知識なんですよ、まあ、さっきも申し上げたとおりあの、いくらになりますかみたいな予備試験とか司法試,試験の担当式試験では結構問われたりはするんですよね。ただあの <laughs> 小試験でも予備試験でも論文試験でこれをどうしますかみたいなのは問われたことは私は見たことはないですね、まあ、もちろん昭和何年から全部解いてますけどもあのちょっと見たことはないというところでやっぱりここまで書かせるっていうのはちょっと難しいかなっていうところがありますじゃあどこまで書くべきかっていうところなんですけどまず B に対してと E に対してを分けて B と E 聞かれてますからねなのでまず B に対して何ができるかっていうところはここは書いてほしいですね、まあ、つまり F は、えー、っと、これ F が払ったんですよね、6000万円払いましたと。で、B と E に対して、あ、それでちょっと間違ってますね、ここすみません、F は B に対してですね、すみません、ここちょっと誤植です、F は B に対して、F は6000万円払ったんだから、B に対して6000万円払えって言いたいですよね、あの生の主張として。まず、講義、私の講義でもやってる通り、まず何をしてほしいのかっていうところ言う、まあ金払えってことですね。 6, 万円金払いなさいとで。それを単に請求権に置き換えればいいというところですね。まあ、金払いなさいとで。委託ありって書いてあるから、まあ、委託があるっていうところ、これも使いますね。はい、つまり委託ある保証人だから求、えー、証権があるよっていうところ、これが459条1項っていうところですね。はい、なので まずこれ見てほしいんですけど B に対しては基本的にはもう全額この A に払ったんだから全額払えという給っというか代位ですね、これはね代位でもあります、給償権でもまあどっちでもいいと思うんですけどあのまあこの人が全額払えるというところの根拠を条文とともに示していればまずここ、点数が入りますね、はい。給償権でもいいですし法定代位で減債権を取得するということも。 あの書いてもいいと思います、はい。というところですね。はい、で、まあ、6000万円と。まずここまでは書いてほしいですね。払ったんだから、この債務者に対しては、まあ、全額給償できるよというところは書いてほしいと思います。で、えー、次が E に対してがちょっと難しいですね。でこれもちょっとすみません、誤植です。F は e、に対しですねえー、っと そうですね F が払ったんだから、そうですね、F が E に対して、あこれすみません、さっき、こっちですね、F ですね、F がこう全額給償ということです、はい。F が E に対して何ができるかというところを考えてください。これはみんな保証人になってるわけだから、まあ、私だけ全額払うのおかしいでしょと、皆さんも保証人になってるわけだから、まあ、安分しましょうよっていう話ですよねあの、ぶっちゃけて言うとね、そういう。はい 安分しましまょうよと3人いるんだから3人で割合決めましょうよというところなんですよ。でまあこれも、まあ、ちょっと担当知識ではあるんですけれども法定代位というところをまず書いていただいてまず E が F に対していくら請求できるかとこれ6,000万円払った場合に、まあ、法定代位するということなんですねこの保証人 F が。6,000万円を全額まあ減債権これ A が持っている6,000万円をこの人がまあ持つことになるんですよ。ただ この E と C に対していくら請求できるかっていうのは501条で決まっているんですね。はい、501条で決まってますので、まあ、それに気づいてればここまでかなっていうところですね。ここに気づくかどうか、まあ、法定代、まあ、この人は払ったんだから減債権をこっちによこせと言って、えー、まあこの人に対しては全額 B に対しては全額あとはこの人に対してはまあ代の割合に応じて払えと言えるっていうところまでまあ 気づいていればまあいいかなっていうところですね。はい。でまああとはちょっと難しいです。この五百一条のあのいくら割合になるかっていうところは結構難しいんですよね。まあそれもちょっと一応解説はしますけども多分ここまでできている方はなかなかいないかなっていうところがありますね。はい。でここれが問題なんですね。その保証人兼物上保証人を 二人と数えるか一人と数えるかという説がまあありまして、最高裁はこの保証人兼物上保証人を一人と数えると言ってますね。あ、それで五百一条五号ですね。これがあの頭数でその何人三人いたら三人三で割るよっていうことを五百一条五号で言ってるんですよ。でもこれ兼かねてますよね。だから四人で数えるのかそれとも三人で数えるのか、まあそういう論点があるんですね。はい。 で最高裁はこれは頭数だと兼ねてても別に3人だから3で割りなさいということを言ってますだから6000万円を3で割ると2000万円ずつにまず原則としてなりますと、まあ、ここまで書いていればかなり点数は入ると思いますあの頭数説を取って6000万円を3人で割ればま,あ2まずは2000万円ずついけそうだねと、はい、ただまだあ続くんですね なぜかというとこことここ C と E さんが物上保証品なんでこの物上保証のこの評価額を使わないとこれが出てきている意味がないですよねここの土地の評価額が出てきている意味がないので次に使うのが、まあ、ここなんですよね。はい 次に使うのが、えー、とというところですねあのレジュメの3ページの3番の2と、物上保証人が複数いる場合の C と E、じゃあどれだけ割合負担しますかというところなんですけれども、これ、501条5号たし書きに書いてあるとおり、保証人の負担部分を除いた残額について、えー、財産の価格に応じて負担,、まあ、負担するようなことが書かれております。なので まあここもちょっと難しいんですけどまず「保証人」を除いてっていうところなんですけどねまあこの人は除かれるのは確かですこの F が保証人なんでこの人はねこの人物上保証人と保証人兼ねてますけどこの人を保証人として除くのかっていうところがまず論点 F は絶対除かれますはいだから2000万円を引いた4000万円でこれをあの評価額で分け合うのかそれともこの人を保証人と数えて4000万円を除いて2000万円 をこの2人であの評価額に応じて分け合うのか、はい、そこがまあ,あのこれは判例でも確定してないのであの、まあ、どっちで書いてもいいとは思いますけどもこのレックの答案ではまず2,000枚ずつ負担するとだから2,0002,0002,000 2000 2000ですね2,0002,0002,000 2000 2000まずそこは原則で保証人を除いて保証人を除くんで2,000引きますよねこれね。 レックの回答では、この保証人というのこの本当に純粋保証人しか取らないと考えています、はい。なので、えー、保証人を除いた額ですね、保証人としての E の負担部分は千あすみませんえ0、ー、とすみません、レックの答案では、これですね、この E も保証人と数えて、4000万円をまず除くよという説を取っています。 4000万円を除くよと保証人と保証人除いて2000万円になりますね。はい。でこの2000万円、物上保証人の2000万円、この人だけの2000万円ありますね。これをまあこの二人で評価額で半分するという説を取っています。まあそうするとこれ5分の2と5分の3ですね。2000万円と3000万円だからまあ5000万円になりますね。5000万円分の2000万円、5000万円分の3000万円をまあ2000万円をそれで割合を負担すると。 すると、えー、まあこちら E の負担額は5分の、えー、5分の3ですね、5分の3だから2 0 0 0る5分の3で1200万円、こっちは800万円ということなんで、えー、まあ,あと2000、2000、2000となってるから、2000プラス、えー、1200万円、だから3200万円請求できるというのがレックの回答ではあります。はいまあ、この辺りはあは条 本文午後、本文にまず触れているか、で正し書きで、まあ、間違っててもいいからとりあえず、暗文計算しているか、まあ、そこまでいったらまあもちろん合格だと思いますけど、暗文までちゃんと考えて合ってるみたいな人は、多分正直そこまでいないと思います、これはあの判例もそんなにないところなんで、はい。というのがまあ私の感触ではありますね、まあ後でご質問があれば、えー、受けたいと思います。 まあ民法はやはやりちょっと難しいですね、えー、ただ、設問1の1あ法定地条件の要件でちょっと悩みを見せるとなんか承諾してますけどどうですかみたいなところまで触れてればまあいいかなと。で、設、えー、問2がまずは B に対しては全額いけますよねというところはこれは書いてください。えーで e、に対しては 500条でまず法定代位ができて501条で安分しますよねみたいな話まで触れられてればまあいいかなとあとその額が間違ってるっていうのは別にそんなに大きく影響はしないと思いますけども条文にちゃんと触れてまあそれをなんかこう割合を計算しようという姿勢が出てればまあいいかなと。はい、というところですね。まあ、ただ正直やっぱりここが細かいでですねあの講義でも まあかなり簡単にしか触れてないというところではありますので、ちょっとまあやっぱり受験生にとっては酷だったかなと思います。はいまあ、本当にイメージで言うと、ですねまあこのあたりってまあ特許法の問題でなんか特許量を計算しなさいみたいな問題が出てるようなイメージです。特許量なんて担当でしか出ないですよね、その計算方法とかね。 そんなの担当しか出ないのにこんなのが出てるっていう、まあ、イメージを持ちました、はいまあ、そんな感じですかねでちょっと時間もあの7分になっちゃったので次に、まあとで質問はお受けします次に、えー、この司法試験の、えー、特許法の問題、えー、これ問題は皆さんあの見られてるとは思うんですけど、えー、こっちはですね非常にやっぱり えーまあ、簡単と言っちゃなんですけども、免疫試験受験生にとってもすごく書きやすい問題というかですね、まあ、こういう問題を出してほしいですよね、民法も。まあ、そんなに難しくはないっていうか、難しくはないけど、適度に差がつくような、皆さん、誰でも特許法を勉強すれば、えー、まあやったような論点しか出てないということなんですよ。まあ、私は選択科目っていうのは、こうあるべきだと思うんですけどね。 まあ、この司法試験の方はですねもちろんあの民法とかをがっつり皆さんやってるんですよその司法試験受験生はだから民法はもちろん難しい問題が出てもそれは文句は言えないんですけどこの選択科目なんですねこの知識財産法っていうのは選択科目だからまあ皆さんとの民法と同じなんですよだからあんまりやってませんだから皆さんの方が特許は絶対できます特許法はまあ便利試験受験生の方が圧倒的にできますまあそういう中で 変な問題を出さないようにちゃんと考えて適度に差がつくまあこういうねもう誰でも知ってるような論点を出してきてるっていうだからあの司法試験委員会の方がやっぱりちゃんと考えてるなって私は思いますね。そういう方向を言っててもしょうがないのでまあ一応じゃあ,あのこれをですねえ見ていきたいと思います。でえまあこちらはもちろん皆さん受けられてはないと思うんでえまあ簡単に事案を説明しますと。 これ説問が1と2と3ってあってこれねここに事案の整理しておきましたんで、まあ、皆さんにとってはもう当たり前のような感じの問題ですよね、はいまあ、X 社でうさんが従業員だったんですけどここで本件発明を完成させて X 社が出願しましたとただその時にあの反対してたとかですねあの上司に反対されたけど まあやりり続けたみたみいいねね発光ダイオード事件っていうのありますよ、ねまあ、それをパピンと思いつけばいいかなと。で X 社が出願しちゃったとその後に公が退職して Y 社に就職したと。で Y 社の方で X 社のこの技術的範囲に属するような Y 方法っていうのを使用していたと。で Y 製品を製造販売したところこの製造販売の差し止めをまあしてきたという事案ですね。 この場合において、X がまずどういうことを言うかというとことと、あとは Y 社がどういう反論ができるかというのを聞かれています。はいまあ、なので、もちろんこの司法試験の地域財産法は、本当にだから手薄になるというか、みんな全然勉強してないという感じですかね。もちろんある程度は勉強してますけど、まあ、皆さんの民法と同じような感じです。だからまあこういう本当にまあ典型的な論点を出してほしいですよね。 でまあ、これは、まあ、あの分かると思うんですけど、まあ、まずは技術的に範囲に属していますね、この Y 方法がね、仕様が。なので、えー、この Y 製品の製造販売の差し止めをするんだというところをまず請求から考えるとは民法と同じなのでまず差し止め請求権を書くと、100条ですね。で、今度は、えーまあ、公弁ですね、公弁としては、暴人出願だからという向こうの公弁を言うと。あともう1つは これは Y 方法を使用しているだけであって Y 製造製品製造販売の差し止めまでは行きませんというこれあの生理活性物質測定法事件というのがあるんですけど方法単純方法の発明を実施しててもその製品にまでは及ばないんだっていう論点がありますよねまこれを書けばいいかなっていうところですはいまこれは普通にねやってればまああのやりやりますよねこれはねはい。 で、えっ、ー、と、これ、防人質がなるかっていうところですけれども、まあ、これ、青色発光ダイオード事件がある通り。まあ、これは、まあ、あの、まあ、論証みたいのを書いていただいてですね。まあ、上司から反対されていたとしても。えー、その発明が客観的に、えー、まあ、予定されていれば足りるというようなことを書いていればいいんですね。ここですね。まあ、三十五条の趣旨を書いていただいて。 結果から見て発明の過程となりこれを完成するに至った施策的活動は使用者との関係で費用者らの義務とされる行為なんか予定され期待されている場合も言うというふうに書いてからまあ当てはめればまあそれは別に規定されませんよねと職務発明該当制は。なのでえまあ改正があったえ35条3項ですね法人貴族になりますとこれはえとあれですね。と 完成時件職務発明規定には特許を受ける権利を完成したときに会社が取得するという旨が定められてますのでこれは法人貴族を書いてもらえればいいですなので特許,を受けるもの特許を受ける権利を有しない者の,の出願ではないのでここはねなので棒に出願はだめですと、はい、ということを書いていただいてあとは方法の発明実施ですねこれはは方法の発明は これ物を製造する、物を製造する発明はです、ね、あのその製造品にまで及びますよね、差し止め請求が。ただ、誕生方法は及びませんよっていうまあ判例がありますので、それを書いていただければいいかなと。まあ、結局、だから、Y 製品の製造販売の差し止めはできないと、Y 方法の使用はできるよと、まあ、そういうふうにな,るなりますかね。はい、設問1はまあ適度に差がつく、いい問題かなとは思います。はい、で、設問2が、えー、まあ保証金請求権の話ですね。 まあこれはもう皆さん、あの普通にやっていれば絶対誰でも習うような論点、えー、まあアースベルト事件というやつで、えー、にじゃあこれ、説問ですね、ちょっと事案の概要、まあ、今度は本件発明を完成させて、本件出願していて、出願中に Y 方法を使用していたところ、えー、工定 A だったんですね、クレームが。肯定 A だったんですけど、これで警告してきたと。えー、ただ、ずっと実施していたところ、 そのあと証金請求権を行使してきたというのがこれ括弧一1ですねただ肯定 A がこれ高知だったんですね肯定、えー、A が高知だったと広く使用されていたというふうに書いております、まあ、この出願前からねだから括弧一1はまあ結構簡単というかそのままあんまり論点も何もないっていうか 過、まあ、登録ですねだからねこれ新規制違反により無効の答弁をすればいいっていうことを書けばいいかなと。でカッ2がまあ論点ですね、まあ、本件出願をしていたところ Y 方法が使用され、えーまあ、これ事案の整理見てくださいね Y の方法を使用していてで法定 A でまず警告したんだけどもその後と定 A たす B に補正したとクレームを補正したとその後は警告しなかったっていう時に 設定登録された場合、補助金請求権できますかと。はい、いう論点で、まあ、これは皆さんも特許法でもやってますよね。なので、え、まあ、これはもう軽く書いていただきたいっていうところですね。はい。まあ、工程で警告していればいいと、これは買い概念ですよね。え、買い概念なんで、その、まあ、工程 A. で警告していて、後で。まあ、あの、工程 B. に、まあ、厳粛補正したとしても。これは別に警告しなくてもいいって言うのがありましたよね。 まあそれを書いていただければいいかなと。で、えーまあ、あとは、というか、やっぱりこっちの方が早く終わっちゃいますね。やっぱりあの、適度な難しさっていうか、難しくはないので、さらっといっちゃいますよね、こっちの方がね。はい、なので、ちょっと民法を、まあ、もう一回ちょっと説明してもいいかなっていうところではありますけど、で、説問さんは何かっていうと、えー、っと、これはあれですね、従属説と独立説と、独立説と従属説ってやつですね。 はいえー、これはです、ねあのー、どういう事案かといいますと、まあ、X 社が M 装置っていうのを製造を販売していたので、Y 社にねで、この M 装置っていうのは、この Y 方法にのみ使用するものであったということなんです。Y 方法にのみ使用するものを、X 社が Y 社に売っていたと。X 社い、すみません、Y 社が Z 社に売っていたね、すみません、Y 社が Z 社に売っていました。 Z 社がこの M 装置、Y 方法にのみ使用するものを外国に売っていたと、輸出していたというときに X 社が Y 社に対してこの M 装置の製造販売を差し止め請求できますかというものですね、はいまあ、これはまず直接侵害はないということを書いていただいてつまり Y 方法ですから、まあ、あくまで特許発明は Y 方法なんで M 装置は別に直接侵害ではない。 ただ、間接侵害になりますよねと、飲み品なんで、101条4号ですね、これが当たるので、間接侵害による差し止め請求をしてくる、これに対して Y が独立説と従属説を使えばいいと、つまり直接侵害は成立しないですね、これはね。エブ装置を輸出しているだけですから、Z 社は。だから、外国で Y 方法を使用するんだろうけども、外国の特許を持ってないと、 それは別にに侵害になりませんので直接侵害が成立しない状況で間接侵害が成立するかという、まあ、あのお決まりの論点を書いていただければよくて、まあ、ただ、そこはあの門切り型で独立か従属かというところは近年はそんなあの門切り型では書いてないですね、まあ、その特許権の実効性とかそういったところこれを間接侵害として差し止めるべきかというところをまあちょっと書いていただければいいと。 でまあ、説的には1つは外国で直接侵害が行われている場合直接侵害行為が行われている場合はこれはあの間接侵害で差し止めてしまうと、まあ、外国まで特許権日本の特許権を及ぼすことになり妥当でないということが1つまあ理由にはなりますよねだから間接侵害成立しないという説があると思います。まあ、それ書いてい,ただい,てもいいいいててただもですし、まあ、あとは 関節、えーまあ、侵害を成立させるということを別に書いてもいいと思いますよ、それはあの理由付けが、説がちゃんと理由付けになっていればいいと思います。まあ、ただ、一例としてそういう説ありますのでね、外国まで日本の特許権を及ぼすことは妥当じゃないから、関、ま、節、あ、侵害を成立させないんだというふうに書けばいいかなというところですね。論点としては 職務発明該当性、方法の発明の実施に製造,製造方法の発明じゃない場合に、その製品まで差し止めていくことができるかという論点、あとはまあ保証金請求権のクレームを海外で補正した場合のアースベルト事件と、あとは独立説と重属説というところで、司法試験の地議財産法は、 まあ、便利試験受験受生にととっては、まあある意味簡単かなっていうところはありますねただ適度にやっぱ差がつくというか私、まあ、もう一回言うんですけど弁理試験の民法でこういう問題出してほしいですよねやっぱり逆に。司法試験委員の方がちゃんととと考えててくれてといいるうところですねつまり、まあ、司法試験受験生の方は民法とかをがっつりやってるんだから知的財産法はそんなにやってないだろうというところでちゃんとこういう重要論点を押さえてればいいですよというメッセージが出てるというところなんですよ。 はいまあ、あとはあの回答はちょっと読んでいただければと思います。まあ、というところで、まあ、これは参考なんですけどね、まあ、やっぱり民法の方ですよね、まあ、皆さんが司法試験の地域財産法のまうあとで質問があれば来ていただいて構いませんのでやっぱり民法をこれからどうするかというところなんですけれども。 えーまあ、こういったです、ね、問題がやっぱり傾向が続いているというところで、まあ、最初にも冒頭にも申し上げましたけれども、まあ、やっぱり難しい問題を出してくるという意図がちょっと、えー、垣間見れます昔、まあ、私もあの平成も十何年ぐらいから全部過去問を解いているんですけども民法ねこの弁理試験の民法も最初はですね結構素直な問題だったんですよ、まあ ある程度勉強すればまあ取れるかなっていうところ、まあ、理士試験受験生でも時間がない中でも勉強すれば取れるかなっていう問題だったんですけど、近年、かなり難しいです。まあ、特に一昨年ぐらいから結構難しくなってきてますね。去年はかなり難しい。まあ、今年ももちろん難しいです。なので、まあ、も,もちろんね、今年皆さん合格していただければ、もちろんそれはいいんですけども、もしこれダだめだったという場合に、まあ、来年以降どうするかなと、改正もありますしね。 あのどうやって対策をしていけばいいかというところですよね。私もあの講義あの講座をやってますのでもちろんそれを講座を聞いていただくっていうとかあの一つあのお勧めはしてるんですけれども、まあ、正直こういう細かいところまではあの時間の関係でそこまで深くは講義はしてないんですね。なので、まあ、ここまでちょっとあのなんですかねやっぱりあの網羅しないと。 ダメななのかというところあるんですけれどもただやっぱり60点を死守するっていうところを考えるとまあ今年の問題でいうとまあさっき言った論点のまあ2番に足突っ込んだぐらいまではやっぱりやらなきゃいけないかなと3はちょっと難しいので気づいてるよっていうところを出せばいいかなっていうぐらいまでやっぱり地域財産法じゃなくてその必須科目の勉強がやっぱり忙しいのでねまあ,あんまり細かいところまでやるっていうのはお勧めはしないですね。 やっぱり、うん、あのこの論点で, ② のこれです、ね、丸の2のところに踏み込んだぐらいまでやっぱかけるぐらいレベルまでちょっとやっていただければいいかなと思います。まあ、今後も、おそらく来年もこういった傾向は続くと、えー、まあ思っておりますで。再建法が改正されますので物件で難しい問題が出る可能性はやっぱりありますね。 はいまあ、こっちの法定地条件はもちろん物件、まあ、がっつり物件なんで、まあ、また物件出る可能性ありますよね説問一で。で債権は改正されたばっかりだから学者の人もそんなに難しい問題は出せないんで条文知識で解けるような問題が出るんじゃないかなというところですね。まあ、あの便利試験でもよく出る、まあ、再者代意見とかか取消試験とかっていうところはすごく改正になってますから。 まあ条文が増えたっていうことで論点が減ってますんでねだからまあ条文を上げるような試験になるんじゃないかなとは思ってますけどもやっぱり物件ですよねこっちは改正じゃないから来年以降ちょっと難しい問題が出るかもしれません。というところですね民法がですねかなりボリュームがあったんであのスピードでちょっとねあの解説しちゃったんですけれどもえまあ地域財産法の方が あんまり難しくなかったんで、ちょっとすぐ終わっちゃいましたけどね、こっちが。はいまあ、こちまあ、そうですね。なので、えーまああのー、来年以降の,その特許法のね、まあ、狙われるところというところで、その弁理試験でも狙われそうなところっていうのは、こういうところかなというふうにはやっぱり思いますね、侵害系の問題でね。まあ、あの職務発明はやっぱり改正がありましたし、まあ、あとは、うん、間、ま、接、あ、性。 関水侵害の件、まあ、この辺りはまあ、ね、皆さん、ね、あのレックの倒蓮とかでもよく出るような問題ではありますので、えーまあ、来年もしね、えーまあ、もちろんこ今年で受かってほしいんですけども、まあ、来年以降こういう問題が、まあ、出るかな、まあ、あの学者の先生はこういったところをあの考えているかなというところありますね、はい。というところでえ知的財産法はかなりあの 毎年ですね最近、近年はすごくこういう素直な問題しか出ないですね、逆に。こっちはちょっと参考程度に聞いてほしいんですけども、司法試験の方は、昔は結構難しかったんですね、かなり、たぶん、便利試験受験生でも結構難しいっていうふうな問題が出てたんですけど、近年、2、3年は結構こういうような素直な問題が出る傾向にありますね。なので、ちょっと逆になってますね、便利試験の民法の傾向と。はい なのでちょっと5分ぐらい今、余ってしまいましたけれども、早くなりましたけれども、講義の方はこちらで終了とさせていただいて、その後、民法の方と、この地域財産法の方で、何か、もちろん論点のこう書きましたけどっていうところを聞いていただいてもいいですし、今後どう,すどう勉強すればいいですかっていうところなどですね、そういったところも聞いていただければと思います。 はい、では皆さんお疲れ様でした。以上で終了となります。お疲れ様でした。